気持ちいい。乙女コーポレーションなるみの幸せスポット巡り、信州千曲市です。見てください、素晴らしい善光寺平ですが、その前にこの足元見てください、棚田すごいですよね。これ田んぼごとにお月様が映ることから田ごとの月なんて呼ばれてるんだそうです。あの松尾芭蕉や小林一茶もここで月の雲を読んだそうですよ。なんだかわかる気がする、幸せ。あ、おバス停の駅からはなんとですね、車窓からこの景色も贅沢に眺められるんです。列車の旅もいいですよね。